ドナルド・トランプ大統領が北朝鮮より新書を受け取り、北朝鮮各プログラム終了のための交渉を再開するため努力していると22日、明らかにした。ロイター通信によると、トランプ大統領は同日、ホワイトハウスで行われた記者会見で、最近、北朝鮮とポジティブな新書を交換しているとし、このように述べた。 また、北朝鮮との新たな交渉が予定されているのかとの質問に、そうではないが、我々はとてもいい関係を維持しており、彼もおそらく我々に会いたいと思っているだろうと回答。これからどうなるのか、目の当たりにできるだろうと明かした。さらに、トランプ大統領は、特定の時点で実現するだろうとした上で、その時、 北朝鮮が準備が整えば、我々も準備ができると強調した。